賢さの種を使おう。ボコボコにすんぞ。ボコボコにするペコだぞ。待って、お腹すいちゃった。もう早いペコーラ、お腹すいちゃったよ。あなたたち夜食なんか食べた？ちょっとこんにゃく畑食べていい？こんにゃく畑。こんにゃく畑めっちゃ美味しすぎて、なんかいつでも食べれちゃうんだけど。何味？ぶどう。でも桃も好き。こんにゃく畑ってなんでこんな美味しいべこなんだろうね。なんか一時期めっちゃハマってたべこだけど、またハマっちゃったな。こんにゃくだから太らないから。でもめっちゃ甘いよね、こんにゃく畑って。これ大丈夫なんかなっていうぐらい甘いんだけど。糖分やばいんじゃないのこれ。あ、でも1個あたり25キロカロリーだ。糖質 6.2、 炭水化物 6.6。 大丈夫なのこれって。なんでこんな甘いペコなんだろう。こんにゃく畑、あんたたちじゃないんだよ、メタルハンターよ。食べ過ぎには注意。マジ？これ食べ過ぎに注意なの？ペコーラよくあれなんだけど、結構パクパクパクって食べちゃうペコなんだけど。待って、4個で100キロカロリー？やばくない？そう思ったら。待って、これでめっちゃさ、あれかと思ってたけど相当やばくないか？太るやつじゃないこれ。罠かこれ、もしかして。はめられた？めっちゃ美味しくて、こんにゃくだから太らんわとか思いながら食べてたけど、これ4個で100って。まあでも美味しいからいっか。だって美味しいもの、なんかペコーラはね思ったの、なんか美味しいものって心も体も良くしてくれるなって思う。やっぱ美味しいもの食べてる時一番幸せだもんね。寝てる時もそうペコだけど、そう思うとやっぱ食事とか睡眠はちゃんと大切にしていかなきゃなって思う。なんか美味しいもの食べてるのに健康に悪いわけないじゃん、美味しいものがね。みんなも食事大事にねしてペコな。自分の好きなものをね食べて、美味しいものをねたくさん食べてほしいべこ。デブ理論。誰がデブべこだよ。失礼な、アイドルにデブ理論とか言ってんじゃないよ。